ということで、同い年の鈴木かのんちゃんの話をしたいと思います。もうすぐ6月5日から舞台が始まるんですけど、舞台のなんか今回ミュージカルなんですよ、だから曲がもう十何曲とかあって覚えるものも多かったんですね。でなんか その時は私のその時の話なんですけど、なんか曲を一回レコーディングをしなきゃいけなくて、 CD の資料を作るために曲を覚えなきゃいけなかったんですけど、前日の夜に音源をもらって次の日にレコーディングだったから、もうどうしようみたいな感じでいっぱいいっぱいになってたし、なんか曲がそのレコーディングが1曲じゃなくて3曲ぐらいあったんですよ。3曲一気に一晩で覚えるのがもう大変で、結構ハードだよね、それは。しかもそのレコーディング、次の日レコーディングする前にレッスンがあったんですよ、レッスンをモーニング寄せワンホ全員でやってから私がレコーディングだったから、レッスンがその1時間の間にもう覚えなきゃ、まだ覚えてなくて、全部は覚えなきゃってなってて、昼ご飯も食べれなかったんですよ、どうしようどうしようってなってる時に、なんかカノンちゃんが声かけてくれて、そういえばさ、この間雑誌の取材の時にリホちゃんさ、おにぎりの具で好きな具なんて言ったのって、なんか本当にそういう前にあった取材で、好きなおにぎりの具はっていう質問があったから、そういう話を振ってきてくれて、多分明太子って答えたかなみたいな話をしたんですね。そしたらかのんちゃんが5分ぐらい待ってから、ちょっとジュース買ってくるわって言って一回出たんですよ。その間に私もうご飯食べに行けない、どうしようって思いながら、こう曲を覚えてたんですよ。そしたらなんかジュース買ってくるって、その場所にも自動販売機近くにあるのに全然帰ってこないんですよ、10分ぐらいになっても。どうしたんだろうってちょっと思いながらも、やっぱ曲って集中してたら、彼女が買ってきて、はいって言って置いて、中見たら明太子おにぎり。おへ優しいね。いやもう優しくて、しかも明太子おにぎりとハーゲンダッツがあったんですよデザートまでつけてくれて、もう優しすぎて、私なんかその時本当に切羽詰まってた時だったから泣いちゃって、ありがとう、本当にありがとうって言って泣いたんだ。泣いちゃったんです別に今とかだったら泣くような話じゃないかもしれないんですよ。追い込まれてた時にその優しさね、その優しさに本当に助けられてしまって、泣きながらおにぎり食べて食べて覚えて曲は、それが本当にもう泣けました。優しいね。お金もいらないからみたいな感じで、うわかっこいいね。それこそアイスとか高いじゃないですか、300円ぐらいするんですよ、ハーゲンダッツ。もう優しいね。いや本当になんかなんだろうな、同期としてずっと活動してきてるから、もういるのが当たり前だったんですけど、改めてなんか同期いてよかったなって思いました。同期だよ。いや本当に本当に大事にしなきゃと思いました。いやそうだよ仲間を。これで逆をね、はい、こうかのんちゃんが追い込まれてる時とかにさ、やってあげたりね。もう本当に私はいい、ね、そうです、私は助けなきゃと思いました。そういう時があったら助けようって決めました